この時間はカスワレイソル対パリサンジェルマン、こちらの一戦をお届けいたします。本日のゲームはスポーツパークで行われます。天候ですが今夜の天気は晴れの模様。いいコンディションの中今日のマッチを迎える両陣営です。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずファーストハーフ見ていきましょう。カスワレイソル対パリサンジェルマン、サイドを紹介します。左から右にカスワレイソル、反対側右のエンドからがパリサンジェルマン。さて北澤さん、この試合一番気になる選手を挙げると誰になりましょうか。マテウス・サビオですよね。パス、シュート、ドリブルとどれをとってもレベルが高いんですよね。それで守備もしっかりできますし、チームメートに対して積極的に指示を送る姿も印象的ですよね。ピッチでの存在感も大きなものがありますし、彼がチームの中心になってくることは間違いない。頭、これをポスト。危ないシーンでしたがここはしっかりクリア。三笘から中村、シュート、決まった。先制、ヘイソル。パリ・サンジェルマン相手に先制。いや、刹那の隙も見逃さない。ディフェンダー間のコースをついた正確無比な、そのシュートコントロール。キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートでしょうね。ディフェンスの間から抜けてくるので一瞬反応を遅れてしまうんです。シュート、きた、追加点、フェイソル。移籍後初ゴール、新しい歴史の1ページを開きます。まさにディフェンダー間に見出したゴールへの軌道、正確に乗せてきました。いや、意図的に狙って打ったんでしょうかね。それにしても際どいところを通してきっちり決めてくるあたりは見事でしたね。さあ柏、さらに1点を追加し2対0としています。いや、非常にいい流れですよね。チーム全体に勢いが出てきたんじゃないですかね、はい、非常に大きな1点だと思いますよ。裏へ出るか、マテウスからのパスはディフェンスが対応。丸山、さあ左へ預けて、中村、中村から左へ三笘、スルーパスを狙う、抜ければチャンス。一旦前を取る、どうだ、守備陣クリアの対応です。シュート、フェイソル、追加点、連続ゴール、一気に畳みかけます。素晴らしいゴール、一瞬のチャンスをしっかりものにしました。いやー、ボールのもらい方良かったですよね。パスの出てくるタイミングも完璧だったので相手の守備も対応遅れてしまいますよね。パスからのシュートの流れが絶妙なゴールでしたね。さあ柏、3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。チームに勢いが出てきましたよね、はい、自分たちのペースがつかめた感じですかね、うん、やはり流れをつかめるといいプレーも出ますし、この連続ゴールにつながったんでしょうね。来た、シュート、キーパー素晴らしい対応。いいとこにいたんですけどもね、ここは決めきれませんでしたね。佐々木、流れを止めます。一旦戻します。長いボールを入れます。撫でるようなボールタッチ、つながります。大迫からエリキ、シュート、ゲット、フェイソル、立て続けのゴール、決めてきました。大迫、これは素晴らしいゴールでしたね。